151イエーイ。すごく眠いですけれども、アイズイカです。さっき三線の花のサビの途中じゃなくて後半の、コードがどっちが正しいかなんてやりましたけれども、実を言うと本当にですね、三線の花が出たのが2006年、そのちょっと後ぐらいだから2008年とか9年頃だったんじゃないかと思いますけども、その頃にカラオケに行ったらば本当にですね、サビのコード間違ってるのがありました。そこ違うだろうっていうのがですね、聞いててプワッと分かってしまったもんだから、なかなかそれは気持ち悪くって、私がカラオケに不信感を持つ原因の一つとなりました。さてそんなことはともかく、三線の花をですね、まあおおむねこう適当に弾いていこうかなというふうに思うわけです。でまあそのどうだろうな、弾き語り曲集、そういえば全然ちょっと今見てないんですけども、きっとなんだろう、歌の頭のところは4で始まるようになってるんじゃないのかな。でチューニングを C にしろとかなんとか書いてあるんじゃないかな。でもこれは私のあくまで推測です。まあビギンのお兄さんたちに直に聞いたことがあるわけじゃありませんけれども、あの曲は多分ですね、このF のチューニングで1から歌い始めるようになっている曲だと思います。1から歌い始めるからキーが1かっていうと、そんなことはなくて、この曲のキーは5です。ここで言ってるキーっていうのはドに当たる音が、なんていうコードになるかっていうことを言っています。さてですね、でそんなわけでですね、なんでそんなことをいちいち気にしなくちゃいけないかというとですね、7っていうコードが出てくるんですよね。7がね、でこれキーが1だったら7っていうコードはですね、よっぽど特殊でおしゃれでですね、ジャジーな曲ぐらいじゃないと出てきません。そうだな、ジャジーじゃなくジャズじゃなくても花水木だったら出てくるけどね。すべに色の可愛い君とかね、出てくるけれども、まあ、よっぽどそういうなんていうの、凝ったコード進行をあえてしているような曲じゃないとキー1だったら出てきません。しかも7の普通の7じゃなくて7の丸っていうかね、こういう中途半端なコードだしね。はい、三線の花はそんなことなくて、5から始めます。5、これがドのコード、ドで6、私はこの6はもうこういう形の6にしちゃってます。こういうとこね。でそれを2フレットずらした7、1はもう人差し指、2は2人差し指1本、3もまあ1本でもいいし、私はもうこの辺でやったりすることもあるし、まあこれごまかしてますよ。右弦、ここでこの指でね、右弦にこうやって触って鳴らないようにしますね。そうするとラミドってなるもんだから、コードが綺麗ってことがあったりします。で7だから4シャープって出てくるんだよ、本当ね、こんなやつね。でもこんなの使わないからね、そんな感じです。ということで5、6、7で、問題の、サビでどうのこうのって言ったら7がもう一個出てきます。7セブンですね。はい、これはまあなんていうか、私の教室の人たちはですね、人によって持ってたり持ってなかったりするから、持ってない人は言ってね、異弦コードという名前のですね分類をした表があって、それ持ってる人だとなんとなくこうなんか結構使ってくれてる人が多くてですね、私は嬉しいなと思いますけども。でまあキーが5の時には7のマイナー、これは7マイナー7ですけども、まあ7のマイナーってこんなになっちゃったりするけどね。でもまあこっちの方が楽だからね、少しね、楽だと思ったらこのところ右弦低弦制覇しなくちゃいけないから難しいし、でしかもマイナー7だから、まあそうじゃなかったらこれだったらば、まあ一番簡単な7マイナーですよ。こんなんでもいいしね、ってことになります。今日はコードばかりを主に考えたいと思うので、右手が
見えないですね。あの右手見えるようにしようと思ったらもっとですね画面をこうやって遠くにしてあげなきゃいけないんですけども、それでもあんま見えないかったりするもんですから、まあ、どっちにしても今日のところはですね、あの主にまあ左手のコードの話だけにしたいと思います。ではですね、あの右手はジャランジャランだけでちょっとやってみますね。イントロです。こんな感じ、5から始めます。ラララ2、いきます。1、いつしか忘れられた。今5ね。1、2、5までいきますよ。おじいの形見の三線。次は1、2、5、3だったかな。床の間で誕生祝いの。はい、3これでもいいよ。アゲンと。右弦のところだけ3を押さえてて、異弦って弦を押さえない。5回こうやって変えるだけだから楽だよ。島酒にもたれて誇りを指で撫でて緩んだ糸を巻けば退屈でたまらなかった島唄が、あ、このところ6のセブンス出てきちゃった。こういうやつね。どうしてもあんなんだろう、アゲも鳴らしたいっていう人は小指で4フレット目3のところをギシャッと押さえてこうやると鳴るけども、これはすごく慣れが必要なんで、アゲをなんとなくミュートしていい上だけ鳴るようですね。島唄が響いた、はい、いくよ。鮮やかに蘇る、これが7のセブンス。がえるあなたと過ごした日々は柔らかな愛しさで、今のところ7、7ね。この胸を突き、ここが7マイナーか7マイナー7ね。あの普通7、7じゃダメってやつです。突き破り咲いたのは三線の花。ここでね、ちょっとだけ言っておきたいと思います。結構伴奏に慣れてる人がですね犯しやすい過ちなんですけども、ビギンは1番はだからこの曲の場合はキーが5なんで1になっちゃいますけれども、まあキーから見た時に4つ目のコード1番はそれで終わる、2番はそのキーから見てそのキーのコードっていう風になるような割り方をする曲が、他に三線の花も同じです。そんな感じになったりするもんだから、まあその辺ですね雑に捉えてるとですね1番も2番も3番も同じとかなっちゃってですね結構見苦しいです、聞き苦しいです、まあ、そんな風に思うんですから、そこは忠実にやってあげましょう。意図があってやってることだもんでね、まあ、そうじゃなければなんだろう、自分のコード進行で好きなようにアレンジすればいいけども、その場合はなんだろうな、そのビギンと違う解釈でビギンの曲だけどやってるんですというところはちゃんと示さなければいけないと思います。眠いもんだからかなり言いたいほど言ってますね。はい、そんな感じです。とりあえず一通りやったんで、まあ、これで分かる人は分かると思うし、分からない人は全然分からないと思うので、なんだろう、受講生の皆さんにはいずれあのキー5の三振の穴っていうのをですね先生やりたいと思います。ただその時はちょっとキーが高めなので、まあ、Eフラットに下げたりなんかするんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そういうようなチャンスもやってくると思いますので、どうかお楽しみに。で、なんだろうな、受講に興味のある方は静岡県内の方だったらば、ですね、静岡と浜松に教室があります。
でそうじゃない方はですねオンラインでレッスンやってもいいんだけども、ちょっとオンラインレッスン経験したんだけれども、結構あんまりうまくいきませんでした、私の場合。まあやってるうちになれるのかもしれないけれどもね、あのなかなかそのうまくできないっていうのが続いていて、まあでももしかしたらもうちょっとこうコミュニケーションの取り方をね考えていけばいいのかなっていう気もしますので、あのまあいろいろと試行錯誤しながらやっていきたいと思います。ではですね、私の話は終わり、あとまあ2番から先をですね適当に歌って弾きながらお別れしたいと思います。会津いかでした。では2番いきます。テレビの斜め向かいのあなたがいた場所に、間違えちゃった、座ればアルミの窓から夕月が昇る、家族を眺めながら飲む酒はどんな味、眠りにつく前の歌は誰の歌、喜びも悲しみもいつの日か歌えるなら、サニサスンガマラサスンいつのビーナンが歌いざいか、バガスマヌンダヌナカ、秋がなき冬がたや春が咲くオール三神の人な、間違えちゃった、この空もあの海も何も変わったりはしない、この島に暖かな春に咲く三線の花。ちょっと間違えちゃったけど、